お疲れ様です。今日ですねこちらヒーロー人事やっていきます。ということでバランス調整でねこの子ですよ。はい、ヒーラーが強化されました。しかも結構デカめの強化ということで召喚時にね回復します。はい、まあ、小さい円かつ、まあ、回復量も少ないんですけども、やっぱ回復能力はねミリ残りユニットが生まれる一発逆転のね、はい、能力だと思うのでヒーラー界ということでね今日はね、はい、やっていこうと思います。まあ、なんか軽く触ったんですけど、なんかいろんなデッキに入ってもおかしくはないなって気はしてます。はい、まあ、ぶっ壊れほどではないかもしんないんですけど、なんか結構事故りやすいカードだなっていう、まあ流行ればめちゃくちゃ流行りそうだし全く流行んない可能性もあるんですけど、個人的に結構気に入ってますね。はい、壊れのポテンシャルはちょっとあるんじゃないかなと言ったところで、なんで基本的に後ろからユニットからのヒーラーを合わせたいですね。自分からヒーラーというよりはユニット出して軽く削られたところをヒーラーでみたいな、回復してそのままカウンターが強い気がするので、さあ親衛隊来る。まあいやこれこそ後ろヒーラーでもいいんですけど、まあいっか。なんかすごいの来たな。あ、これ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 こういうことこういうことこういうこと。さあ召喚した時のちょっとの回復で魔術延命させて親衛隊も利用して回復、いやこういうのがあるんで結構事故るんじゃないですか。ここのタイミングでねヒーラー召喚とかできてもちょっと熱かったかもしれない。まあないんで仕方ない。でこれはまあなんか頑張れ、あー頑張れやヒーラー今のなー、もうワン回復あったらねだいぶ変わってた気もするんですけども、まあみたいなことができるんですよね今回のヒーラーはね。そうなんでだいぶ可能性はある。昔はねヒールっていう呪文があったんですよ。まあレイジみたいな感じでね3コストで、まあ、だいぶ回復するで縁もぼちぼちみたいなのがあったんですけど、まあ残念ながら下方されちゃったんでね、まあ、こういう召喚時ヒーラーも今の強かったかもね。ワンチャンあったかも可能性は。さあちょいとまだ慣れてないんで模索しながらなんですけども、うん、可能性はすぐあると思います。昔のヒーラーはねマジ大好きだったんですけどね、ゲームから消されるっていうね。でもそのクロノワで消されたカードって多分ヒーラーぐらいしかない気がするんです。ヒーラー、ヒールか、はい、そんぐらいいいカードではあった。許容できそう。いやなんとなく回復、これ2周目ちょっときついみたいなのないかな。いや魔術射抜いてんで、いや無理しなくていいね。うおーいいよ、よしよし、ラムライダーよく頑張ってるいやヒーラーちょっとねいい感じに回復させたいですけどね、ちょっとむずいですね。これは親衛隊展開がありそうなんで一回落ち着きます。ムードとかね、あこれ狙ってもいいかもね。これで誘って、あーお上手。えっこれどうなのかな、耐えんのかな、微妙。あー全然耐えなかったですね全然ちょっと狙ってましたけど、さあこれはイケイケな流れな気がします。リクがないんじゃないかな。はい、ということでまあほんと回復量がどでかいわけじゃないんですけど、まあやっぱマジックアーチャーとか、まあ、エレキムート残ると厄介なキャラいいですね。ワンパン系のマジアチとかはハイボーとか打たれると延命はできないんですけど、まあ、それこそタルババでとか今みたいなポイズンでってところでヒーラー回復でワンチャン狙えるんで、って考えると今後の呪文左右がむずいっすよね。できるだけワンパンしたいけどみたいな、ワンパンしなかった時にしてヒーラーを毎回警戒しないと危ないですよね。まあ、回復されても大丈夫ようなキャラとか、まあ、何が流行るんだろうね。よいしょ、ちょっと回復でもできるだけなんか楽しいですね。懐かしさも感じます。
よいしょ。さすがにね。あー、いやだからムートめっちゃ強えぞ。両サイ受けれる。めっちゃ強えぞ、そのオールレイカ。いや、この、ここに、いや、出したところでか。もうちょっと早く出せたらね、ムートも回復できてたと思うんで、やっぱカウンター狙えるってなると、結構強いな。そのカウンターを防ぐためにやっぱデリバリーとかも必要になってくるかもしんないよね。さあ、めんどくさいデッキですね、このスケバレの。ワンチャン5もあるけど。足前あるかね、親衛隊。マジアチャで射抜いて吹き矢処理したいですけどね。角度むず。いやームートちょっと高かったかな。毎回このムートがね壊れたらもったいないんですよね。いやーしかも廃坊か。だいぶ打ってたかなさっき。さあこれは難しくなってきますよ。謎に親衛隊ゾーン来てんな。まあでも耐えてしまえばこっちのもんでしょうっていうのもあるので、あとファイボっていうのも分かってんでね、ちょっと回復して頑張ろう。マイティ嫌だな。ちょっとヒーラーね出しちゃいます。これはさあ一旦耐えたいですね。耐えて、あ、これやばいかな。あ、やばい、耐えれると思ってた。いやでもこれちょっとさ事故れないかな。やっつけたい。いやでかい。いやちょっとあると思ってます。ムート残ってるし。いや絶対きつい。もう持っていくしかない。ここでここで持っていくしかないんだ俺は。いやムートが残ってる。よし来たっすねこれは。いやーちょっと危ねかったな。危ねかったな。いやヒーラーなんかむずいな。出したい時に4コスなかったりユニットを地味にやられそうだったりみたいな、噛み合わせられるとね結構最強最強になれると思ってんだけど、数をこなさないといけないか。これはでもポイズン持ちにやっぱいいっすね。食いつけるし、うん。さあ一旦タルだからマジックアーチャー出して端前でタルババとかでやっぱ処理されること多いじゃないですか。それでタルで削られたところをヒーラーで回復とかも結構ありだと思うんですよね。何ですか、あるんか。いや全然いやこれでこのダメージ受けるの良くないっすねマジでバルーン投げられるだけ。ちょっと重いのかこれは。うわーバルーンディガー来るねー。バルーンディガーちょっと耐えたいね。今はおしまい。バルーンディガーワンチャンあるし。いやいいよ。うわーめっちゃいいゴブリン。いやでもこれ一発入るんですけどカウンターあると思います。はい、これ大事になってくるぞ。ヒーラーの出すコストがねえか。そんな、あー確実にね。まあここは生贄にしますか。さすがに相手のユニットを回復しない。いやーちょっとね序盤このコストがやっぱないんでね、バルンディガーされるだけ厄介になってくる。まあでもこっから序盤この耐えてるのは熱いですね。ヒーラー何のためにいんのって。後半巻き上げるためっしょ。
あ、確実にね。あー、こういうのよ、今の。いやー、マジでヘッポクヒーラーした。いや、ゴブリン下放されたらしいけど強えな。マジ全然強えな。耐えたい、耐える。いや、マジで耐えればね、あると思います。ギリ、めちゃめちゃギリですけど。いや、これマジでヒーラーで延命できるかだいぶ鍵になってくる。やばいよ、やりどく。いや、これ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 、え、悪くね？絶対きついやん。いや、なんか折れたわ。あー、危ねー。よし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 。まあ相手が攻めすぎたか。いや、でも最後のムーとユーのマジアチャ、あれヒーラーで回復できたのでかいっすよね。あれしてなかったらさ、なんか2周目のタルユキとかでさ、しばかれるわけじゃないですか。あとマスケで簡単に。だから最後の耐えが強いね。ヒーラー持ちに最後の最後に逆転負けっていうのが増えちゃうかもしれないですよね。気ぃつけないと。粘って粘って粘って最後端前ヒーラー回復のカウンター、だいぶグロいぞ。さあ、ゴブリン来るよ。いや、ゴブリンね、下放されたといえど、まあ火力としてはね、優秀だしな。陸受けむずいとこですね。さあ、ゴブメガゴか、あんま見ないね。見たことないかも今だと。あー、スケギンスケラですか、お兄様。スケラ説あるっすよね。いや、今度もヒーラーでなんか回復みたいな。ラバーもあるか、ちょっと難しいね。いや、もうこれでムー、いや、ちょっとムートも回復させてあげればよかったな。なんかムートだけ仲間外れで、本当申し訳ない。お、いや、でもヒーラーでただただ回復してる。いやー、鉄壁だね。鉄壁ですね。はいはいはい。スケラです。なんで、まあ、全然あるかな。てかもうヒーラーゲーじゃんっていう。明らかにこれヒーラー輝くためのマッチアップ来てるよ。うわー、めっちゃ犬来てー。ムートもマジアチャも全部回復できる。回復量がもうちょっとあったらね、いいんですけどね。まあ、そしたら強すぎるんかな。端前、ポイズンプラスのタルババで、ほぼ確で死んじゃうかもしれないっすよね。いや、まあ全然全然全然。サイズ変えてね。あー、おむず。これ絶対ね、右側なんですよね、ヒーラー多分。気がしたけど。いやー、いいよ。いや、ザッピーも咲いてんでね、ちょっと見えるんですけど、今ね、ややアドを取ってる気がするんで、うっ、防石壊したい。まあだいぶ粘ってくるっすよね。やべ。マジでわけわかんねえけど、わけわかんねえけどさ、ヒーラーで事故ってくんねっていう祈りの。いやー、マジで硬え、硬すぎる。えぐい、えぐいぐらい硬いんだけど。回復したい。いや、ちょっといいんじゃない。ファイボーちょっと落ちてえな。いやー、入るね。めちゃくちゃ犬来て、犬くのは地味に。
いや、いいよ。ヒーラーもあるしね。逆サイだけ？いや、めっちゃいいファイボ。ザッピー、お願い、当たって。いや、マジカチャ最強すぎる。マジマジカチャ最強すぎる。ナゴ行っていいね。なぜなら相手が攻めてきたんで、いっぱいカウンターで墓石もたまたま降ってこーい。で、こう召喚時ヒーラーで、なんかいっぱいヒーラーでなんとかならん。おい、全然見てなかった、落ちたわ。いや、マジだいぶあるぞこれ。で、スケラ側がむずいな、これ。ヒーラーあることによって全部残ってくるもんね。いや、スケラ使う、僕結構スケラ好きなんですけど、なんか難しくなりそうだね。カウンターで、カウンターで終わっちゃいそうだし、なんか何のデッキにでも今回のこのヒーラーの性能だと正直積み込めれそう。スケラとかにも入れれそうだけどね。うん、ちょっと面白くなるんじゃない。ヒーラーはめちゃくちゃ好きだったんだね。ヒール、昔のヒーラー多分ね、なんか調べれば出てきそう。うい、マジでちょっとだな。でもこのちょっとでクラロはね変わるっすからね。あー、なんでエレジャイです。まあエレジャイ嫌っすよね。まあでもヒーラーで回復できるんで、そういうことですよ。エリババもエリジャイも咲いてんで、ちょっと今の間に行きたいな。うわー、吐きそうだこれ。エリババエリジャイミラーやばくない？ちょ、もうちょっとだけは時間稼いでほしい。まあまあまあ、反射されてね、ユニット行かれるけども、ヒーラーでね回復っていうのが理想ですよ。うー、まあ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 、いや、だいぶいや、きついきつい。これ多分ヒーラーなかったら本当に勝てない。でもこのヒーラーで、うわ、ゴリラゲリラ吐きそう。えんぐいね、えんぐいえんぐいえんぐい。エリババもちょっとめんどくさいんですよこのデッキ。いや、まあエリジャイの方がだるいか。ヒーラーでマジで頑張るしかないですね。あとエレキもちょっといい。うわー、でも後ろに来るエリババどうしよう。ヒーラーの回復も出しちゃってもいいか。ああ、もう片サイブッパってやつか。うわ、マジで俺だからいいけど、これ俺じゃないやつだったらクララやめてんな。片サイドならがね、ちょっとだるいっすね。両サイ来てくれたら許容とかで頑張れるんですけどね。一旦許容とか考えずに全部っ振り、やべ、レベル14だから止まってね。うっ、無理だよ。いや、全然、あ、マジでエグすぎる。ワンチャンラム滑り込め。うっ、ワンチャン、あー、金もエグすぎ。いや、ミラーエリポンがエグいな。エリババと、はい、らしいですね。まあヒーラー召喚時回復なんで、そのタイミングで
綺麗に出せればいいですけどね。なんかあんなん来たらもう意味わかんないですよね。まあえぐ、全然なんか強化とかも何も関係なかったですね。エリジャイリババただのエリジャイパワーだった。エリジャイ加工してください。梅さん絶対忘れてます。どっからどう考えてもエリジャイの加工なんでしてないんっていう。みんな持ってるエリジャイ使い以外。あーここでヒーラーあったらすごいでかいっすよね。全回復、いろんなユニットが。さあポイズン相手は幸せになりそう。さあ、まあ、この5の枠がねエリババとかの方だったらあれかもね。エリジャイにも、エリジャイ逆にボコボコにできるかもしれないんですけど、それ強そうだな。5いらねえなこれ、正直5のせいでエリジャイ止まんなかった。よいしょ、ペッカ工場ですね。まあペッカの受けがちょっと厄介と。ラムで頑張るか。打ってもいいが打つ必要もない。さすがに、うっ、いやー怖いよねこういうの。まあ許容してアドで頑張りたい。これ多分ヒーラーで回復しなくても、あこのす寸止めの逆、ギリギリで回復してみたいな事故もちょっと狙えるかもしれないよね他のデッキだと。さあ、あペッコをねいつ攻めよう、むず。まあだから攻めたら負けるんで私は耐えです。この間のポイズンとかがね負け筋です。あるよこれ、だいぶ気持ちよくなれそう。いやちょっとなんかむずかったね。おたまたま言うのに、いやでもいやこれいけるっす。もう一枚いける。おい全然ヒーラー特にだったけど、いやーどうなんですかね。カインクリオ召喚時だけ強くなってる。まだ間違いなく自己要素上がってるはず。最後の最後の逆転もあるしね。なんかダメージあるとちょっと勘違いしちゃうよね。召喚時のさ、やっぱエレキとかアイスイスとかってスケとかも処理できるからさ、なんか LSP とかアイスピみたいな感じじゃん、アイスイスでエレキとかって。ヒーラーもなんか召喚時にそのスケとかコウモリも処理できてほしい。やりすぎかな。なんかダメージがないのをねちょっと忘れちゃう。ダメージがあるんでスケブの山とかに出しちゃうとね、いかれちゃうんだ余裕で。回復だけですからね。ダメージもあるとな、なんかちょっとやりやすい。こういうのにねヒーラーとか出しても良さそうでしたけど。頑張れ、やっつけろ。うー強すぎー。ペッコです。ペッコも人気ですよね。さあまあちょっとヒーラーはなんかサプライズで使えてんだよな。おこういうのちょっと熱いよな。ポイとか打ってくんねえかな。ネムートが一発殴られながらのこのカウンター。いやこれペッカ出せないっしょさすがに。出せたら終わるんですけど。いや出せないですね。よかった。さあだいぶ入った。しかもこの樽でさえ相手からしたらね打っといと思うんですよね。うい一発か。
さあ360はまあぶっちゃけマジアチでも削れるし、5を2周でもいいんで、まあ守ればいいんだよね。守れば雑に呪文さえてくれるとね、ヒーラーの出番があるんだけど、じゃあ相手が来いってことか。自分がライドラとかベビドラとか使ってたらね、ライトニング打たれた、まあベビドラかやつを回復とかもできるんだけど、これ熱くね。いや相手のマジアチャグうまかったわ。意味なかった回復。一発相手殴らしての、ちょっと打たそう。いや全然やべ、守れるかな。うー、無限にヒーラー回復しちゃうから無限に打たれる。360です。あ、360の勝ち方はね、ファイブ2周です。あれ、あーよかった回りました。一応丁寧に守ると一応守れます。はい、よし、オーケー。今のくだりいる、守るくだり。シャチャ5打てって話か。いやーちょっとヒーラー俺めっちゃ可能性あると思ってんすけどね。どうなんだろうな、違うデッキかダクネとか。地味に残るやつらがいいっすよね。もうなんかムートとかエレキとかってさ、地味に残るゾーンじゃないですか。このヒーラーの組み合わせは強そうだけど、ウニマルさんかわいい。こいつの可能性をねちょっと俺は信じてます。まあ無理だったらもう捨ててね。普通にエリゴリダックにヒーラーすればいいんで、可能性をねちょっと信じて、昔のヒーローを思い出しながら夢をつかむ。いたマジアちゃん、来い来たら回復。だから敵のユニットいなくても回復できるのはねちょっといいっすよね。前まで絶対ユニットいないと回復できなかった。ヒーラーが攻撃しないとね。さあファルチェバルーンとかなのかな。まあ分かんないけど、これはなんかめっちゃ苦しそう、めっちゃ苦しそう。あ、これ見て。え、これちょっと良くない。今マザレクネルいたからなんかより殴ってますけど、いなくても一瞬さ回復することによって予定よりさ 2,3 発多くダメージ稼ぐ。え、今のちょっとありじゃないですか。マジアチャとね、いややっぱマジアチャとヒーラー絶対組み合わせいいなと思ってる。さあまあ壊れたら壊れたでムートが施設になるんで耐えれると。さあエレジャーいいっすね。まあエレジャーもうさっきの思い出すとやだな。でもファルチェマサニックとかなんでね、ちょっと腐ってるっすね。ファルチェもマサニックも俺のデッキからしたら、ね、そんな小物メタなんで脅威じゃないんで。いやちょっとマジアチャヒーラーやりたいだけなんですけど。やりたいなだけだけど、一発二発、いやーこれ怖いよ本当に。一発二発だって急に回復されるんですから。ここでいやーまあ一旦普通にこれは普通に合わせて、まあライト来んのか分かんない。来たら来たら、でもラムでもエレキでも、いやーそれは違う。ファルチお前のそれは違う。ババがいた。でもこれめっちゃいいワイボ。しかもちょっとキングもどっこいしょ。記念ヒーラーでムート回復でも1マックスか。いやでも召喚ヒーラー絶対事故るっすね。
オッケー、これ止まんねえな。よし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 、まあ、エリーババとかね、あのエリーポンとかミラーとかがねないと、まあなんとかなりますね。エレキムーと、あとラムボーエか、はい、耐えてしまえばね。俺はねヒーラー化けるとね信じてます。今シーズン化けてほしい。なんかちょっとやっぱ楽しい、楽しい。オーマイガー、エレキとヒーラー同時落としとか同時に落とす必要もねえかな。イースピッツよ、やばい、これマジで俺行かれるわ範囲で。やめて。うわ最悪です。これがなんかスパーキーに強いユニットいねえかな。ヒーラーか、ヒーラーってスパーキー多分一発耐えれそうっすよね。320俺耐えれるかな。でも耐えないと勝てないっすよね。一本無理やり折ってもいい。ぶっちゃけミニペエリババだったらまあ無理なんですけど、まあぶっ倒してしかないんですよね。うわいかつ、いや今守れたなスパーキーワンちゃん。いやでも折った方がちょうどいい。2発ぐらい。いや全然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 、これちょっとこの前に紹介したな、プリンスミニペの、いやあれはプリンスエリババだったか、なんかプリンスがちょっといるんす、嫌なんですけど。ゴブスパプリンス、ゴブジェイプリンスが強いよ。まあそっち来るっすよね。だからこれ俺は攻めなきゃいけないっすね。攻めて後からエレキ、突破したい。いやもうヒーラーで無理やりシュッシュッシュッして、これで後からエレキ。でここでミニペッカなんで、いやこれよ、ヒーラーヒーラーヒーラー、いやもうどういくってんじゃない、足前こっちでぶっかぐらいかまでしよう。いやよし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 、エレキの麻痺とヒーラーの回復で相手のミニペプリンスさ、でも突破してんのやばくないですか、あれでムートエレキとかで。なんか一歩間違うとぶちかむときって負けそうですけどまあ勝つにはあれ突破するしかないんで、いやいやこれがそう俺のしたかったやつですよね。ちょっとヒーラー可能性の塊だと思ってます。ということで皆さんもちょっとヒーラーねぜひやってみてください。なんかいい感じの使い方とかあったらコメント欄でよろしくお願いします。ではお疲れちゃんです。またね。